水着会スタート。新一くん、お待たせ。まろやかだ。なんてまろやかなんだ。ただ大きいだけではない、微妙な曲線が描き出す思考の柔肉、ありがたや。何してるの？拝んでいます。何を？もちろんこのたわわで実にけしからん。あ、誰かと思えばみのりさん。つまり顔なんか全然見てなかったわけね。いえ、決してそのようなことは。エルビア。けしからん。旦那様、こんな格好をするのは初めてで、変ではないですか？とんでもないです。実に素晴らしいと思います。そうですか、よかったです。みのりさん。何？僕は多分今日この日のために生まれてきたんです。そうかもね。すごいぞ、水着会は本当にあったんだ。陛下、この後は夕刻までお休みいただけるよう公務の予定を調整しておきましたので。また騙したら許さんぞ。ご心配なく、いつでもご了承へ出立できるよう準備は済ませてあります。